さあ、お昼のお散歩タイム近づいてますよ。みんないい気持ちで寝てましたね。ここにもまだ寝てる人もいますね。そしてポンちゃんはぼーっとしてますね。では、まだ誰もいませんが、開けちゃいましょう。はい、最初に降りてきたのはシアンくんです。そしてちゃこちゃん、はい、ちゃこちゃん、ちゃこちゃん、はい。そしてゆっくり降りてくるのは、あら、そんなに焦らなくてもいいっていうことですか？いいですよ、のんびりしててください。じゃあちょっと。掃除します。あんたちゃん、いいよ。まだ出ないの？そこの境目が大事なんだね。はい、じゃんくんちゃん。じゃんくんちゃん。アンズちゃんの方へ行きます。はい、アンズちゃんはちょっと喜んで近寄りましたが、鼻中の後後ずさりしました。はい、ジャン君、ブラッシングしようか。ちょっと鬱陶しいけどね。この人鬱陶しいね。鬱陶しいよ君。
じゃあ遊びますか。ヤンコはブラッシングしたんだけど、茶色い人にね邪魔されました。途中からスリスリ入ってくるので、
ちゃん、君ね、うちで一番ちっちゃいんだよ。誰にでも戦いを挑むけどね。しおくんの鼻息が。じゃあこの手の大きさ比べてごらん、自分とパワーが違うの分かるから。あら、また受け取っちゃった。あれ、ポンちゃんはチョコちゃんの刑事偵察してます。